どうも、ひなです。上のお二方、仕事は特急列車のサンダーバード8号大阪行きが発車いたします。ご注意ください。出発進行 4.8M 京都停泊。今日は JR 西日本をご利用いただき誠にありがとうございます。この電車は特急サンダーバード8号大阪行きです。停車駅は新大阪大阪です。次は新大阪に止まります。高速号車から7号車は停止でき、降り口は一番後ろ1号車に連結しております。この電車特急列車です。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。指定席にお座りの方、切符に表示されている座席番号にお座りください。なおこの電車の6号車と7号車の間は、車内の通り抜けができません。降りの際、お手数ではございますが、6号車のお客様は後ろより、7号車のお客様は前よりの出口からお降りください。次は、新大阪、新大阪に止まります。今の放送原稿、うつむきが全て書いたらしいけど、合ってるのかしら。さあどうでしょう。さらっと実況していない気がするので、ここから運転アドバイス。京都から西大路の区間は、京都出発西大路通過キロ制限を抜けた後90キロまで加速。残り距離380抜きんで15秒。90キロの状態ならばそのまま惰性走行で大丈夫です。全越定時通過を狙う人は西大路通過直前に加速を開始しましょう。この列車初期の時点で雨ダイヤとなっています。減速開始のタイミングが少しずつ異なってくるので、大混乱となるので、初心者は確かに。現在 JR 西日本では春の臨時列車佐賀のホリデー号の運行を行っております。佐賀嵐山方面への観光旅行にはご家族揃ってぜひご利用ください。お問い合わせはお近くの駅の緑の窓口にてお願いいたします。それにしても存在感の薄さは一体どこにさせていただいているんですから、これ以上何も言わない方がいいでしょうね。しょぼん向こう町通過出発進行平均。今のでお分かりいただけたかと思われますが、場所によっては130キロでもギリギリセーフな駅が多いです。次の長岡町の通過は少しだけ余裕が出てきます。120キロ程度まで減速しても出して影響はありません。一つ豆情報を教えておきましょう。これは15秒前にこの位置にいれば誤差なしの定時通過が見込める速度を乗せたものよ。気をつけてほしいのは、これはあくまで参考なだけでこれが絶対とは限らないことよ。では私からも一つ、停車駅の余裕時分がないのがこのゲームの特徴です。実際うつむきが検証したところ、残り距離が100の時点で最低時間3を残していれば2秒遅れで停車が可能でした。また、以下はこの位置までにこの速度なら、停車駅に止めることになります。長岡京、通過。これはその停車駅近辺に、制限速度が設けられていないことを前提としています。駅手前で制限速度が設けられている場合はまた運転方法が異なることに注意してください。ここで補足説明をしておくと、駅手前での制限速度が特に60キロ以下の場合、またそれが停止位置の300メートル手前付近からかかる場合は、これの適用はできません。それと同様に ATC で制御される山手線、京浜東北線、東北新幹線も適用外です。さて、列車は間もなく山崎を通過するところです。山崎通過。それほど難易度は高くありませんか。停車の難易度がかなり高いです。だいたい90キロまで加速して 400m 手前から一気に減速する必要があります。この路線ではそのような駅はまだまだありますよ。第一並速進行。それにしてもひどい天気ですね。なんですか、やぶから豪雨に、いや、雷も鳴ってるなぁと。確かにそうですけど、そういえば少し前、落雷で車両の制御機がダウンした話があったそうですよ。それはそれで恐ろしいですね。高槻、ここまで順調にやってきましたが、ここから茨城まで制限速度が断続的に発生します。平均。特に茨城は90キロ制限がかかっているので、少しでも速度が出過ぎていると減点になります。1秒たりとも気が抜けません。セッツトンダも110制限があるわ。とはいえ最初から110で走るとセッツトンダ通過。次は限界ギリギリまで115で走って380メートル手前
先生が今のを見てもらったら分かるように少しギリギリの位置取りだったら115から下げるのは360m 手前からでも良さそうね。最も鬼門なのは茨城よ。通過実務によりんがなさすぎるわ。一度115程度まで加速したと思ったらすぐに減速。90キロ停電に備えるわよ。雨でブレーキが一段と弱くなっているから少し強めの方がいいわ。高難易度のダイヤは速度制限違反で20秒減点されるから定時通過が稼げていないプレイヤーには命取りになるわ。茨城通過1キロオーバーで減点対象となるわ。初心者お断りの理由の一つよ。平地ここから通過まではまたしばらく楽な区間になります。あくまで高槻から茨城までは高槻での話ですがね。そしてその先に初心者お断りしようとなっているもう一つの理由があります。おそらく今の区間よりもさらに難易度が高いです。今さらっと重要なこと言ってのけたけど、あったりしすぎじゃないですかね。というか、そんな自分で大丈夫ですか。大問題だ。問題なのかよ。もうダメかもしれない。占領下通過圧進行。停止。占領下を通過した後、再び加速します。場内進行。岸辺通過出発進行。停止。そしてまたもやギリギリ定時通過である。場内進行。よくこのタイミングで定数判定出ますね。そして次の通過も通過時分の余裕はなし。定期さん、これは視聴者様にどうやって説明するのものですね。ツイター通過進行。許してくれない。当たり前だよな。平地第一平地進行。多分すぐに戻ってきますね。でしょうね。お帰りなさい。ただいま。まもなく新大阪に到着します。到着ホームは17番線、降り口は左側です。東海道山陽新幹線と東淀川通過出発進行。新大阪温泉方面に参ります。特急草津西号はお乗り換えください。新大阪を出ますか。次は終点大阪に停まります。お忘れ物のないよう降りの準備をお願いします。今日は JR 西日本をご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく新大阪、新大阪です。新大阪の次は終点大阪に止まります。前寄りのドアをご利用ください。車内放送で紹介できませんでしたが、東淀川から新大阪わずか 600m の区間が鬼門です。停止位置までの距離と現在時刻を見ていただいたら理解していただけるかと思いますが、この区間、余裕がこれっぽっちもありません。どう対応したらいいかわからず結局オーバーラン、よくあることです。新大阪停車、定着。一つアドバイスしておきます。45キロ未満でブレーキを8段までかけると乗客が何らかの形で反応します。何度も繰り返すと安全性の観点で減点されるので気をつけてください。特急列車のサンダーバード8号大阪行きが発車いたします。ご注意ください。出発進行95。新大阪発車、停泊。制限解除。第二編進行。長らくのご乗車、まもなく終点大阪、大阪です。身の回りのもの、お忘れ物などなさいませぬようご注意ください。今日は JR 西日本をご利用いただき誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。お客様は階段を渡られて内回り乗り場で環状線で両橋、両橋方面へお越しのお客様は外回り乗り場の電車にお乗り換えください。東武線にご乗車の方、3、4、5、6番乗り場へお回りください。宝塚線直通列車、快速列車にご乗車の方、5、6番乗り場からの電車にご乗車ください。三段線から三人線方面、特急浜風号、地図急行から鳥取方面、特急スーパーハット号、福知山方面に参ります。
特急北近畿号、文字号、北近畿丹後鉄道方面、特急丹後ディスカバリー、丹後エクスプローラーご利用の方、1、2番乗り場所をお回りください。阪神線、阪急線、地下鉄御堂筋線、横橋線、谷町線はお乗り換えです。3番乗り場に入ります。お出口は右側です。お降りの際お忘れ物のないよう、棚の上座席の周り、よくお確かめください。本日も、特急サンダーバード8号をご利用いただきまして、ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。大阪、停車。使い果たしましたね。本当に長かったですね。これが実際の距離ならもう少し話せる時間もあるのですがね。大阪駅手前では、75制限から30制限に変わります。特急列車は軒並みこのパターンです。あまりに減速のタイミングが早かったりすると、今度は停車時刻から遅れる可能性もあります。残り100メートルの時点で30秒程度残っていれば、定時到着が可能です。あとはオーバーランしないこと、安全性の確保に留意しながら停車してください。停車、エクセレン。最後までご視聴ありがとうございました。